関能城、または岩井山城は、栃木県足利市岩井町の岩井山にあった、中世の日本の城、足利市指定史跡。渡瀬川沿いの標高54.5メートル、飛行20メートルほどの三角形状の丘陵地の上に建てられた、東西250メートル、南北300メートルほどの城で、最高地に本丸が築かれている。やや下がった南側に二の丸。 その南東側には三の丸が築かれていた。ただし、城跡の東側は渡瀬川の川筋の変化によって削られてしまっている。関納城とその周辺部の土層には、縄文時代の遺跡である関納遺跡が存在し、その調査との兼ね合いがあって1996年に関納遺跡の調査が城跡の東側で行われた際に中世紀の井戸跡や、 不意などの意向が確認され、ついで2千0年には、上席の調査が行われた。石垣の造成途中の蘇生や出土した河原家から、伝承通りの室町時代後期の築城であることが、ほぼ確認された。文章元年11月15日、三内上杉家当主の関東官邸、上杉ふ明の家臣長尾慶人が、足利将軍家の了承のもとに、足利将軍家と小学坊、 足利重氏の争いの対象となっていた下付足利省の代官として派遣されて、現地入りし、岩井山に、観能城を築いた。以後、慶人の系統は、足利長尾氏と称する。観能城は、京区の乱において、重氏の勢力の下にある下屋における、上杉法の唯一の根拠地であり、ここを拠点として、下屋進出を図りたい上杉氏とここの奪還して、 足利省と下野の支配権を確かなものとしたい、小学防軍との攻防の最前線となった。長京元年、慶人の息子、影長の陣代であった長尾ふさきおが、大木谷上杉家の上杉定政と結んで、三内上杉家に、反抗の姿勢を見せたために、三内上杉家の当主である、関東官領上杉秋貞に、関能城を攻撃され、山内、 大北二両江杉氏による調教の乱のきっかけとなった。その後、成長した影長は本拠地を足利城に移したために市場となり、天正18年に後北条氏に味方した足利長尾氏が豊臣政権によって所領を奪われると廃城になったとみられている。ありがとうございます。